今回は爪を休めるためにジェルネイルではなくてマニキュアを塗ってもらうことにしました。この色の中から後でポップな色を選んでいきます。今回の主役はアフィックスシートです。これ転写シートなんですけど、このいろんな柄の中でも今回は自分の名前を爪に入れてもらおうと思っています。自分の名前以外の部分は他にもいろんな柄があるのでそれを使っていきます。使う柄をこういう風に小さく爪の形に合わせて切っていくんですけど、この作業が結構細かくていつも見てて大変そうですね。今回使うのはこの5つの柄です。ヒョウ柄、ハート、星、ゼブラ、ドットですね。そして柄を爪に転写していきます。このアフィックス転写シートなんですけど、シールではなくて水で転写をしていくんですよね。これ水で転写をするのでマニキュアでも乾いてる上からだったら大丈夫みたいです。でこうやってスポンジを押し当ててギューってやっていくと爪に星柄が転写されます。すごく細かいとこまで転写がされていて、ちょっとシールとは違った出来栄えですね。薄いのでこの上からまた塗ってもそんなにボコボコにならないのも特徴です。そして右手が出来上がりました。親指が星柄で、中指がハート柄で、このハートも可愛いですよね。そして小指がヒョウ柄です。柄以外の部分にメインのアルファベットを乗せていきます。アルファベットのベースの部分はカラフルな色にしてもらいました。春なので濃いめのピンクと、あと薄めのグリーンと2色使ってベースを塗っていきます。この上に後からアルファベットを乗せていきます。そしていよいよメインのアルファベットの登場です。こうやって小さい形に切って、さっきと同じように水で転写をしていきます。と今回ね、ネイルに名前って入れるの初めてなのですごく楽しみですね。出来上がり文字をこうやって押さえてシートを剥がすと綺麗にこんな感じで愛が出てきます。他の文字も同じようにして水で転写をしていきます。ネイルアートと違ってこれ転写シートなのですごく綺麗に文字が入るのが特徴だと思います。あまりネイルアートで今まで名前とか入れたことなかったんですけど、このはっきりしたアルファベットだったらちょっと入れてもかっこいいですよね。この文字体も結構気に入ってます。ということで出来上がりがこんな感じです。アルファベットと他の柄もいい感じにマッチしています。ということで今回はアフィックスを使ったネイルのキャンペーンを行いますので、ぜひ下のリンクからご覧ください。